これでほとんどの都市がラステーションの配下になったわね。まさに最高潮って感じ。今ラステーションの波が来てる。乗るしかないわよね、この波に。私は逆になんだか不安を覚えますけど。何よイストワール、完全無欠に事実でしょ。ノワールさん、こういう時ほど油断は禁物です。気の緩みはトラブルを呼びますよ。アイニク様、天地がひっくり返ってもそんなことないわ。それに私はネプチューヌとは違うのよ。あら、助けていただいたお礼のアドバイスだったんですけど。何言ってるのよ、そんな初歩的な失敗私がするわけ。おや、誰か来たみたいですね。無償ってことはないわよね。次に戦いに出るのはまだ先だし、とりあえずお客さんの様子見てきた方がいいかしらね。誰もいないならその方がいいかと。でもお仕事がないというのはそれはそれで暇ですね。せっかく久しぶりにプラネティウヌから外に出てきたんだから、ゆっくりしなさいよ。ええ、そうします。でもゆっくりしすぎるのもいけないですから、お仕事を少しお手伝いします。ありがとう、助かるわ。いけない、お客さん待たしちゃってるわね。行ってくるわ。はい、行ってらっしゃい。あら、こんにちは、ノワール様。あなたは誰かしら。初対面よね。そうですわ。今日はノワール様にいいお話があってまいりましたの。お話って、私に？試乗会を統一直前のノワール様にとって、とっても耳寄りな話ですわ。明らかにうさんくさいけど、まあ話を聞くだけならいいわよね。いいわよ、とりあえず話を聞くだけ。それなら付き合ってあげる。嬉しいですわ。では寄り道しながら参りましょう。え、寄り道？ここのクレープ美味しいでしょう。とっても。それにこうやって街を回ったことなかったからすごく新鮮な感じ。そうですか、楽しんでいただけて嬉しいです。あなたみたいな人って珍しいわ。私相手でもすごくマイペース。そんなことはありません。これでも緊張しているんですよ。友達もいないし。そうなの？それなら私と同じね。意外に似た者同士なのかも。そうですか。ノワール様はすごく慕われてるのでは？そんなことないわよ。あなたと私は似てる。私が保証するわ。だから名前を教えて。今まで聞かなくてごめんなさいね。いえ、いいんです。私はエノーと言います。改めてよろしくお願いしますね。よろしく。それですっかり忘れてたけど、話って何かしら。ノワール様は他の女神様たちと戦いたくない、もしくは領地を完全に奪ってしまうことにためらいがあるのではないですか。ないわよ、あんなやつら。嘘ですね。だって私わかります。だって私たち似た者同士なんでしょ。そうね、そうだったわね。まったく面白いわね、あなた。褒め言葉として受け取っておきます。でも戦いは避けられないわ。あなたにだってわかるでしょ。いえ、そんなことはありません。私はそれを伝えるために来たんですから。どういうこと？女神の治める都市を手に入れなくても世界を統一する方法があるんです。でも成功するかは分かりませんが。それ本当なの？
今まで聞いたことがないわ。信じてもらえないとしても仕方のないことだと思います。これは私の家に伝わる伝承なので。なるほど、伝承ね。一体どこにそんな伝承が残っていたの？大陸の中央にある山々、そこに私と仲間たちは暮らしています。その土地に古くから残る四条界創世記の伝承です。そんな古くからのもの、それを伝えにわざわざ私のところまで？はい、ノワール様もお心苦しいだろうと。ありがとう、エノ。あなたの気持ちは無駄にしないわ。その方法が本当なら私試してみる。でも失敗したら危険かもしれません。そのリスクがあっても試すというんですか？ええ、だって本当は誰も傷つかない方がいいに決まってるもの。その言葉、感動しました。では行きましょう、ノワール様。行くってどこへ？全ての都市のシェアが集まる場所、シェアクリスタルですわ。着いたのはいいけど、どうするの？このシェアクリスタルがどんなものなのか、ノワール様はご存知でいらっしゃいますか？ある程度はね。ちゃんとは知らないわ。領地のシェアを管理して必要な時に女神へ送ってくれる、そこまでかしらね。そうですか。実はシェアクリスタルには地上界のほとんどを領地にしている女神ノワール様にのみ使える力があるのです。私だけが使える力？ええ、戦わずして全ての都市を領地に変えてしまうあなただけの力。それでネプテューヌたちと戦わなくて済むのよね。その方法も伝承に残っているの？それなら詳しいやり方を教えてもらえる？ええ、難しいものではありません。シェアクリスタルに強く願えばいいのです。四条界を統一したいと。強く願う、それだけでいいの？はい、今のノワール様なら感じるはずです。わかったわ。ダメでもともとやってみるわね。お願い、私の願いを聞いて。今こそ四条界が統一される時なの。何？何が起きているの？成功か失敗か、どちらにせよこの世界は変わる。エノ？どうなってるの？説明して。簡単な話ですわ、ノワール様。失敗したんです、あなたのおかげで。私のおかげって何のこと？それをお話しするには時間が足りませんね。ではごきげんよう。ちょっと待ちなさん。ここは、シェアクリスタル。そっか、私シェアクリスタルの光が弱くなってる。町の方は大丈夫なのかしら？人がいない。嘘よね。だってさっきまでみんな楽しそうに。何が起きて？ずらー、街中にモンスターなんて嘘でしょ。ずらー、やるしかない。
な、どうして力が入らない。ずらー、このままじゃまずいわ。また来る。このまま何もわからないままやられるなんて。ずらー。でも今の私には何もない。ずらー。え、何？あなたのおかげですごく助かったし。でもダメね。助かったって私には何もない。戦う力さえない。そうね、もう守るものもないし、ちょっとだけ聞いてもらっていい？私大きな失敗しちゃったみたいなの。それで大事なものをたくさんなくした。今まであったつながりも、明るく笑っていた人も、街も、戦う力さえも。だからどうでもよくなっちゃったのよね。これ以上私が何かを頑張っても何も報われないんじゃないかって。私の積み上げてきたものって何だったんだろうって、そう思ったらこのざまよ。私の何がダメだったっていうの？ラステーションのために頑張ってきたじゃない。こんなのってないわ。わからないでしょ、あなたには私の気持ちなんて。え？な、何って。あなた、面白い人ね。少しだけ元気出たわ。あなたには関係ないんだから、私のことを放って逃げなさい。もう分かったわよ。そこまで言うなら私が何とかする。あなたを守ってみせる。だってそれが女神の役目だもの。これは力が戻ってる？いけるかもしれない。さっきあなたは私を助けてくれるって言ってくれた。だから私もあなたを助ける。私を信じて。
人でも私を信じてくれる人がいる。それだけでこんなに幸せな気持ちになるんだ。温かい力が湧いてくるみたい。行くわよ。私に任せて。はぁ、邪魔よ。やるんだから。これで次のところに行けるわね。私ってば強すぎるわね。うん、意外と大したことなかったわね。ね、なんとかなったでしょ。とりあえずこれで一安心ね。お？どうかしたの？何よ、急に敬語で。ええ、そうだけど。あ、そういえば自己紹介してなかったわね。
私はノワール、そしてラステーションの守護女神ブラックハートよ。いいわよ、だってあなたはもう私の友達みたいなものでしょ。忘れてた？あなた他の都市から来たのね。通りで少し違う感じがするわけだわ。もう本当何だったのかしら。なんか不思議な感じの人だったわね。そうそう、ドラマとかだとこういう時振り返ったらいたりするんだけど。え？あ、何謝ってるのよ。またよ。何よそれ、さっきまで普通に話してたじゃない。これもきっと何かの巡り合わせね。一つ私のお願い聞いてくれる？ええ、無理なことを言うつもりはないわ。どうかしら。そう、じゃああなたへのお願い、今から私の秘書になりなさい。どういう意味も何もそのままよ。あなたを秘書として採用してあげる。これからは何かと一人じゃ大変そうだし。うん、それからブラックハート様っていうのは禁止。名前でいいわ。友達はみんなそう呼ぶし。あなたね、まあいいわ。こちらこそよろしく。しっかり仕事しなさいよ。まったくもう。なんでもないわ。じゃあ早速教会に行くわよ。ついてきなさい。そんなに驚くことかしら。別にそんな珍しいものでもないでしょ。さっきのモンスターの件もあるし、何かが起きてるのは間違いないわ。それを探ろうと思ってるの。こういう時の情報源がちょうどいるのよ。そんなわけだから彼女を連れてきてもらっていい？よろしい。行ってらっしゃい。はーい、何かご用ですか？そうですよ。そういうあなたはどなたですか？なるほど、ノワールさんが秘書官を。やはり外で何かあったんですね。はい、エスコートはお願いしますね、秘書官さん。おかげで少し休めたわ。それでストアール、聞きたいことがたくさんあるの、いいかしら？ええ、この町の状況、シェアクリスタルに何かあったのは間違いありませんね。やっぱりそうなのね。原因はシェアクリスタル。
あ、ごめんなさい。あなたは知らないわよね。それでは私が説明しましょう。シェアクリスタルというのはですね、女神の力の源が集まるものです。ええ、この世界の女神や武将たちは自分の都市の人が無意識に生み出すシェアを力に変えて戦っています。そのシェアを管理し、世界の状況に合わせて振り分ける、それがシェアクリスタルの役割なのですよ。ええ、おそらくは。ですから一度シェアクリスタルを調べた方がいいかもしれません。そうね、早速行きましょう。ほら、あなたもついてきなさい。
なるほど、これは何かわかりそう。ええ、このシェアクリスタルは他の都市と強いつながりを持っていました。ですが、そのつながりが今はなくなっています。だから力が出せなくなったのね。そうです、今でこそ微弱な力はありますが、この現象が起こった直後は完全になくなってしまっていたんじゃないですか。あ、確かにそうだったわ。モンスターに襲われたんだけど、女神の力は使えなかった。でも秘書官さんが来てくれて力を取り戻した。そうですね。違う、秘書官さんのノワールさんへの思いがシェアとなり、ノワールさんへ力を与えたんです。そんなことはどうでもいいの。結局私はどうしたらいいのよ。それは、完璧な登場だね。どこがよ。というか、よくここまで来れたわね。そんなことはどうでもいいんだよ。イーズンを返してもらいに来たよ。返すって、あなたたちが勝手に置いていっただけじゃないの。それどころか、イーズンを使って私たちの女神の力まで奪うなんて、世界が許してもこの私が許さない。聞きなさいよ。ノワールがイストワールを連れて事態を引き起こしたんではないんですの？それは直接の原因ではないとしても説明してもらわないと困るわ。皆さん落ち着いてください。私もまだノワールさんにお話を聞いていませんし、そのあたりはどうですか？そうね、あの時何があったかちゃんと話すわ。そんなことより、ノワールには天罰が必要だと思うんだけどな。ネプテューヌさん、ごめんなさい。あの時、街でエノーっていう子に会って仲良くなった。その時、ある話を聞かされたのよ。ある女神同士が戦わずとも世界を統一する方法。え、そんなのあるの？完全に初耳ですわね。なるほど。それを試してみたら、光がシェアクリスタルから溢れて、ご覧の通りよ。それから、それから？これ以上はわからないわ。あとはモンスターに襲われたところを助けてもらって。って関係ないでしょ、そんなこと。ノワールが素直に助けてもらうなんて珍しい。そういう関係？違うわよ、私の仕事を手伝ってるだけ。そうよね。君君、そんなこと言ってさ、本当はノワールのこと狙ってるんじゃない？はあ！そんなことより自己紹介がまだだよね。私がプラネテューヌの守護女神、パープルハートことネプテューヌだよ。私はルビーの守護女神、ホワイトハートことブラン。私はリーンボックスの守護女神、グリーンハートことベールですわ。そうだよ、全員集合の時に立ち会えるなんて君はラッキーだよね。知らないわよ。ごはん、話を戻しますよ。ともかくシェアクリスタルに異常が起き、それにはエノーという方が関わっていると。ええ、それは間違いないわ。私も油断しすぎていたのかも。それよりも、今はシェアがなくなって女神の力が弱くなってしまったのが問題ですね。各地の守護武将の方が強いかもしれません。そしてこのままではシェアのバランスが崩れて、この市場界そのものが崩壊してしまう可能性もあります。
全部私のせいね。何暗い顔してるの、ノワール。終わったことをいつまでも言ってたって何も解決しないんだよ。そうは言ったって。そうよノワール、こういう時こそ前を向かなきゃダメだわ。フラン、それにノワールが暗い雰囲気だと私たちも調子が狂ってしまいますからね。そう、ありがとう。ネプ、私もいいこと言ったのに。ネプチューヌの言葉は軽いのよ。それに関しては同意ですわね。ネプネプ、ダイレクトに心をえぐってくる。それでイストワール、シェアクリスタルに力を戻すにはどうしたらいいの？ええ、それですが、おそらくこの四条界を一度統一する必要があります。四条界の統一ですけど、それって正直今までと変わらないのでは？そうね、私がもう一度統一できれば。なんでもないわ。この場合はちょっと意味が変わってきます。今までは四女神の都市にシェアクリスタルのシェアが多くありましたが、今はそうではありません。ですから武将たちに初めから不利な戦いを挑まなくてはいけなくなります。確かに今の私たちは女神化もできない状態ですものね。さっきイストワールが言っていたように、武将の方が強いということは十分あり得る。今女神が力を合わせる時が来たのです。女神が手を取り合ってこの世界を統一する時が。それって要するに私たちが協力しないとってこと？ええ、そうなります。この四条界を元の姿に戻すためにあなたたち女神が手を取り合う。素敵ですね。私は構わない。今無意味な戦いをするべきじゃないし。ですわね、統一する前に世界がなくなってしまうのでは意味がありませんし。私も賛成だけどさ、イーズン、実際協力するとして誰がリーダーかっていうのが重要だよね。確かに命令系統が多いと混乱するわね。ですわね、なら私たちの中で決めてしまいましょう。ノワール以外で。ちょっとベール、なんで私以外なのよ。だってね。ええ、ねえ、あなたたち、ノワールが原因なんだしさ、ノワールは降りるのが筋じゃない？それを言うなら、これが起こる前も今もあなたのシェアは変化なしじゃないの。うわ、ノワール、てめえは私を怒らせた。一生言ってなさい。くぬぬ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 。なら、ハンデをつけるのはどう？ハンデ？いいわよ、やってやろうじゃない。そうですわね。では私たち三人は協力してノワールと戦い、勝ち残った中からリーダーを決める。どうで？やるわ。当然よ、それでリーダーになれるんだったら安いものでしょ。本当にノワールさんは自信満々ですね。むかー、だったら早速勝負だよ。ベル、ブラン、用意はいい？いつでも大丈夫ですわ。さあ、自分の罪を食いなさい。残念だけど、まとめて倒させてもらうわよ。
さあ、邪魔よ。この攻撃。行くわ。行くよ。行きますわよ。やるじゃない。こっちかな。私に任せて。やっ！この程度の相手に悔しい。いつかみんなを圧倒的に引き離してやるんだから。行きますわよ。行くよ。やるよ。今度やるじゃない。そっちね。はあ、それムッコさんがドグアウトしました。そっちね。行くわ。よし。行きますわよ。覚悟なさい。私に任せて。行くわ。やっ！なんてことですの。これで次のところに行けるわね。私が一番。これって当然よね。これが主役の実力ってやつや。一人だけ女神かなんて卑怯なり。ガク。さすがね、ノワール。こうなるのを予想して隠し玉を残していたとは。一杯食わされましたわね。まさか3人でも勝てないとは。でもこれでリーダーは決まりましたね。皆さん、きちんとノワールさんの言うことを聞くように。ブーブー。ネプチューヌさん。え、なんで私だけって。みんないないし。協力して良い試乗会にしましょうね。今は女神が争う時ではないわ。裏切り者。まあ
ネプチューヌさん。もうみんな勝手なんだから。あなたからシェアをもらったおかげね。ありがとう。なんでもないわよ。何？え、よろしくね。